私たちは鏡で自分の姿を認識するけれども、でもぼんやりとしか見ることはできない。ぼんやりとしか知ることができない。今朝鏡を見た時に僕の動きに連動しなかったあの胸像、僕を睨むようにしていたあの目。君以外にもう一人荒木くんが、荒木くんの裏側がこの世界にはいてしかるべきなんじゃないの。僕はそちら側の事情を知らないけれど、忍に会わせてあげるよ。ようこそいらしてくださいました荒木さん。俺様の言っている意味がわかんねえのか、伝わってねえか。いいじゃん、いろいろ考えてるみたいだ。僕のパンツを流さないでくれ。バカかお前。おはよう、小闇だ。小闇だ。私は外へ遠いだ。そして僕は理解した。どこに行ったんだろうね荒木小闇。荒木小闇の裏面は僕の天敵、オシの奥義以外に考えられない。いや、遅かったですね、荒木先輩。終わりの続きにゃん。